サスケの聖地、神奈川県緑山スタジオ。この日、特別な朝を迎えました。テーブルには大量のゼッケン。実に9年ぶりにサスケ予選会が復活。書類選考を通過した精鋭たちが集まりました。何人いるか知ってます？500人です。500? 僕何回も予選出てきましたけど、この量は見たことないです。参加者はなんと500人。それぞれ100番まで5色のゼッケンを身につけスタンバイ。今日はどちらからいらっしゃったんですか？福島から来ました。福島から。朝3時に起きて山梨から来ました。島根県から来ました。うい福岡県の北九州市から来ました。はい、兵庫県から来た満田忍と申します。今日1日よろしくお願いします。北海道から沖縄まで全国から集まった挑戦者たち、その経歴は様々です。頑張ります。普段はどんなことされてるんですか？普段はちょっと YouTuber をやってまして、アクロバットとか、まあ、ダンス、アクションとか、ちょっとこう体を使った身体能力を生かした企画をしている YouTuber をやってます。僕陸上競技のやり投げと、あとボブスレーという競技させてもらってるんですけども、ちょっと両方で日本一を過去に取ってまして、クライマーです。一応ですね、前腕がやっぱり使うので、はい、すごいですね。アイスホッケーやってるんですけど、それ続けてるんで。アイスホッケー歴は何年？もう17年目になります。はい、大学でフィギュアスケートやってたので、ちょっと美しい動きを見せたいなっていう感じです。すごいですね。一応日本チャンピオンなんで、フィジークっていう部門の一応今年の日本チャンピオンなんで。普段は何をなさってるんでしょうか？内科の医者です。子供が3人いて、はいはい、母業もやっております。一応東京大学ってところに通ってて、究極な文武両道を目指してこの度サスケに志願しました。回転するとか、まあ、いろいろな動きがあると思うんですけど、まあ、そういうのもちょっと多少物理的な法則を利用できたらいいかなとは思っています。はい、お笑い芸人を大阪でやらせてもらってまして、芸名はチャッピー匠と申します。お願いします。芸人さんでの実績みたいなのは最大芸人としてですか？はい、ゼロですね。ゼロです。絶対にサスケに出て完全制覇を目指します。チャッピーモンスター。いいですか？サスケに出たことは過去に4度ほど出させていただきました。ここに来ると全員すごそうに見えちゃうんですよ。でもやっぱりこの中から勝ち上がらないと出れないわけですから。一応3度出させてもらっていて、34、36でセカンドステージまで行きました。鷲見雄二、45歳、自動車整備士です。29回大会を最後に出てないんですけど、毎回応募してます。私こう見えて50なんですよ、今年。第1回からずっと応募してて、40回応募してようやくチャンスが巡ってきたんで、絶対掴みます。おいくつですか？15歳です。小学校1年生の頃からサスケに憧れ続けてきたので、もう夢を叶えようと思って来ました。はい、それぞれの結構スペシャリストいるじゃないですか。全国大会なんとかとか、これ勝ち上がるのって本当もう一握りの握りの、もうこぼれ落ちた一滴みたいな感じですよね、これ。完全制覇より難しい。本当だよな、これな。経験や年齢は違ってもサスケを目指す思いは同じ。40回記念大会の予選会が始まります。俺たちと一緒にサスケ本戦出場するぞ。この時まだ出場者たちは予選会の内容を知りません。いよいよその全貌が明かされます。本大会は5つの種目で本大会の主導権を争います。最初の競技は
ことですけど。いやー来ましたね、いきなり乳酸地獄が来ました。皆さんムキムキでなんかもう怖いです。エンドレスですけど、エンドレスですけど、まあ気持ちで頑張ります。勝ち残るまで何回でもやり続けたいと思います。エンドレス腕立て伏せですけど。エンドレスって、うん、回数が決まってないっていうのがなんか響き的に怖いですよね。終わりがないよ。最初の種目はエンドレス腕立て伏せ。一組10人で行うこの戦い、太鼓に合わせて腕立て伏せを行い、長く続けた2人が勝者に。失格は各グループに配置された審判が判定します。30回で勝ち抜けるグループもあれば、100回で決着がつかないことも。運も重要な要素となる種目。まずは赤ゼッケンの10組100人が挑戦です。さあいよいよ始まりました、エンドレス腕立て伏せ。終わりの見えない地獄、周りとそして己との戦いが始まりました。鍛え抜かれた挑戦者たち、順調に回数をこなしていきますが、太鼓の綺麗な音色が地獄の音色に徐々に変わっていきます。余裕の表情があります。赤グループの太鼓を担当するのは過去39回のサスケ全てに出場を果たしている山本慎吾さんです。開始から1分半、50回を経過すると徐々に脱落する選手が。まもなく60回を迎えようとしています。脱落する選手は増えてきました。ただまだ決着のついたグループはない。少し苦しそうな表情、期待からは大量の汗がにじみ出る。こちらも苦しい、口を開けている。まだまだ終わることはできない。浦尾も頑張っている。浦尾ただ今9番の大東が先にリタイア。ゼッケン1番から10番のグループは残り4人となりました。今75回になったところ、そして3番の横田が80回を前に腕がプルプル震えている。上がるか上がるか、上がれ上がらない。審判が肩を叩きました。これで残り3人、あと1人、脱落で勝者が決まります。意地と意地とのぶつかり合い。10番の村尾かなり苦しいか。先ほどまでは余裕の表情があったが、顎を上げて崩れ落ちるか、上がらない。ここで勝者が決定。ゼッケン1番、過去4回の出場経験を持つ佐久間浩太、そして7番いわき大地が第2ステージ進出です。ありがとうございます。129、よし、どうでした。いやもうこれは気持ちです。132、はい、いやみんな結構続くんでビビりました。135回。そして100回を超えても決着がつかないグループも。まもなく105回を迎えます。腕立ての猛者の戦いが終わりません。3人とも綺麗なフォーム。画面左55番ナンバーは44歳、岡山から参加しています。まだ余裕の表情がある綺麗なフォームです。そして静岡から来た大学生肌の18歳、そして58番筒井は愛知からの参戦。55番のナンバーは過去に2回サスケ出場経験を持っています。安定したフォームで回数を重ねていく3人、すでに120回に突破。後方の筒井、そして肌の岡山から参加のナンバー、筒井は上腕二頭筋が筋肉隆々、タンクトップからの腕がたくましい。ただ横目に目の前の2人を見て様子を伺っています。まだまだ続きそうだ。130回に行きました。なんとも熾烈な争いが続いている。我慢比べ、筒井からはにじみ出る汗、首元には血管が浮いている。苦しいか、崩れた。135回で決着がつきました。ありがとうございます。あーきつい。
35回。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。きつすごい、隣同士ですごい、僕ら最多しかしたよっしゃ。まずは20人が第2ステージ進出決定。敗れた参加者はここで終了となります。あーくそー、続いて緑ゼッケンの10組が腕立て伏せ開始。サスケ常連組川口智弘の太鼓に合わせて2組目がスタートしました。緑のゼッケンをつけた100名が終わりの見えない戦いに挑みます。51番から60番は女性グループ、こちらも上位2名が第2ステージ進出となります。さあ早くも止まっている選手がいます。20回を前にして残り7人。53番大平も苦しそうだ。ついていけない、苦しさのあまり顔がこわばる、上がらない。そして画面手前緑の T シャツ55番、相馬も苦しそうで今アスファルトにひれ伏しました。これで残りは5人。30回を超えた52番の長峰、さらには51番、三次の母長谷川もまだ続いている。後列が怪しいのか、審判が駆け寄っていきます。太鼓の音についていけない。ここで57番、格闘で鍛えてきた平野が KO。 そしてその手前52番の長峰も今苦しそうな表情、上がりません。これで残るは3人、回数は間もなく50回。50回に行きました。おっと、54番の西が震えている。膝をついたか、膝をついている。腕をプルプル震わせながら顔が上がらない。ここで脱落。そして60番、徳島の主婦高木由里、51番内海長谷川翔子、この2人の母が勝ち抜き決定です。私周りが見えてなかったから、手がガクガク。78 79、嬉しい。80、ありがとうございます。81、もう腕は使えないですけど、めっちゃしんどいです。でも絶対に本戦いきます。今日は息子がいてるんですけど、背中を見てもらえるように、はい、頑張ります。リアル2回ぐらいしかできなかったです。もう2回目顎ついてなかったですからね。楽しいという間もないぐらい早く終わっちゃったんですけど、ムキムキマッチョの人をたくさん見れて、ごちそうさまでした。ありがとうございます。自分に泣きました。また頑張ります。105回を超えました。まだ3人が残っています。23番池田大輔、画面右側29番対馬翔吾、そして27番原口瑠衣のこの三つどもえ。さあ脱落者は誰になるか、対馬の動きが止まったか。少し白の T シャツ対馬が苦しそう、顔を上げるがここで脱落。117回で決着がつきました。池田と原口が第2ステージ進出。ありがとうございます。きつかったっす。自己ベスト70ぐらいだったんでプラス50ぐらいでました。名前だけ外して持ってってください。100回ぐらいはできたと思うんですけど、それぐらいでみんな終わるかなと思ってたんで、やっぱりサスケを応してくる人みんな強いっすね。情けないっすね。あんまりせっかくもらったワンチャンスを僕の実力不足で逃した。悔しいっすね。続いて紫のゼッケンをつけた100人が腕立て伏せスタート。この組の太鼓を担当するのは常連組又地亮。その音に合わせて屈強な挑戦者たちが回数を重ねていきます。余裕の表情、まだまだ涼しい顔をしています。このグループでは80回を超えて動きが。
さあまた一人倒れて残りは4人。82番玉木達也、そしてちらっと横を見た81番の西村航、手を挙げて少し苦しそう。間もなく90回だが、ここで82番の玉木がリタイア。残りは3人となりました。お互いを牽制しながら戦いが続いていく。腕がきつそう、血管が浮かび上がっています。大丈夫か。そしてラグビーで鍛えた荒井隆一は舌を出しました。ラグビーでの筋肉、腕立てはお手の物か。まだ余裕がありそうだ。線の先には85番、少し苦しそうだが、ここで潰れてしまった。勝者は81番西村航、ラグビー経験者荒井隆一です。 OK です。いや、勝った勝った。どうでした。もうちょいいけるっすね。もうちょいいける。おかげです。よし、あと30回ぐらいはいけたんですけど、よかったです。よし、ありがとうございます。次も頑張ってください。はい、頑張ります。ついていけなかったです。いや、すごいですね。勝てない。やばいっす。こちらの組は残り4人、回数は75回を迎えようとしています。ここで66番の市川が倒れて脱落するのはあと1人。64番の池田が隣の65番、堀江勇気に声をかけました。極限状態の中でも声をかけ合って互いを支え合っていく、ふんどし姿の山下優太、肉体美を見せつけています。そして今画面右61番が苦しそう、倒れました。これでふんどし山下と65番の堀江が勝ち抜け決定。頭に酸素が回っていないか、まだ理解できていないか。ここで今やっと笑顔がこぼれました。パンプアップがすごい、勝者の証だ。ありがとうございます。見えてますか。全然見えてなかったです。本当に、はい、頑張ります。ギリギリだったんです。ちょっと何も考えて頭真っ白で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。待ってください。よかった。めちゃくちゃ緊張してたんですよ。次も頑張んなきゃですね。ありがとうございます。こちらの組は120回を超えるハイレベルな決着。前回大会に出場したユーチューバーのエーカーさんと、大阪から来たマッチョな公務員北脇さんが勝ち残りました。まだやってる人いますよ。この組でよかったっすか。116 117 118 119 110 110。今120回を超えました。12番今井、13番児玉、そして奥では17番桜井、3人がしのぎを削っています。画面左13番の児玉が少し遅れているか、エビ反りになっている。苦しい表情、上がるか、上がらない。ここで崩れた。決着はなんと133回。非常にハイレベルな戦いとなりました。上位2名の戦い、皆さんありがとうございました。最後まで競りましたが、はい、やりました。もう絶対最後の人に残ると思ってやってました。ありがとうございます。心配の方は上位2名に。お疲れ様でした。めちゃめちゃ暑いですね今日。すごい体力奪われました。頑張ります、ね、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構接戦でしたね。そうですね、100回超えるとは正直思ってなかったですね。今どうですか体。いや本当にやりましたって手挙げようと思ったら全然上がらなかった。こんなんなりました。うさぎみたいな手になりました。次大丈夫ですかこれで。いやちょっと次に支障出るんじゃないかっていうぐらい疲労来てるので、ちょっと次は 足の競技がいいかなと期待してます。続いてオレンジゼッケンの100人、太鼓は完全制覇2回のレジェンド漆原裕二さん。こちらは女性10人のグループ、55番の関口凛が潰れてしまった。
そして53番関口亮もリタイア。こちらは姉妹です。姉妹が互いに脱落となりました。さあ間もなく20回今超えた。52番川本も苦しいか、必死に踏ん張るが肩を叩かれ脱落です。30回を超えてもなお6人が継続中、熾烈な戦いが続いています。ここで51番住友がリタイア。苦しい表情、そして画面左奥です。57番の中野も今脱落となりました。残るは4人、45回を超えました。56番の堀江も苦しいか、苦しい、上がりません。第2ステージ進出まであと1人、残るは54番松井美咲、58番有水真中、60番の久保田真奈。まずは上がらなかった久保田が崩れた。第2ステージ進出は松井と有水です。無理でした。いや全然なかった、緊張が周りあんま見えないですよね。全然見えないです。ひたすらこの丸に向かって顎を頑張りました。京都から来たので午前中には帰りたくなかったので、そういう気持ちもありつつ、はい、この後も期待してます。ありがとうございます。ずっと出たくて、やっと予選会がっていう感じで、腕立てあるよなって思ってて、少しだけちょっとやり始めてって感じで、もうそんなに回数はやってないです。これに向けて。あ、そうです、そうです、バッチリ。ありがとうございます。男子のグループは90回を突破。こちらのグループは残り4人、綺麗な青空が広がっています。晴れた青空が広がっているが、心が晴れるのは上位2名、赤い T シャツの宇賀神、サスケの出場経験があります。白いシャツは越前、北海道から参加。まずは宇賀神頑張る、首のネックレスがキラキラと光る、ただ表情は苦しい。上がらないか、上がらないか、ここで上がらなかった。画面左、黒いシャツの鈴木翔太、後列では小泉が競技を続けています。残るは3人、110回を超えました。あと1人落ちれば進出が決まるところ、鈴木が苦しいか、ここで終了。第2ステージ進出は越前と小泉京也。100回は結構まあ、予想して練習はしてたんで、100以上になるとちょっと前人未到、僕の中で未到だったので、ちょっとそこから本当に気力の勝負でした。ありがとうございます。次への意気込みお願いします。次への意気込みですか。僕もこの予選会勝ってサスケに出る、もう今回しかないと思ってるんで、腕と足がちぎれても頑張ります。僕芸人なんですけど、ちょっと持ち逆やっていいですか。見たいです。サスケクリアしました。それでは壁登りました。チャッピーモンスターこれをやります。おお、やりましょう。すげー、やりましょう。頑張りましょう。やりましょう。いよいよ最後の100人が登場。残り20人の枠を争います。サスケ常連組、日置正史の太鼓に合わせて最後の100人が腕立てを始めました。挑戦を終えた選手たちも見守る中、意地と意地のぶつかり合いが始まります。サスケの聖地、神奈川県緑山スタジオ、その駐車場に太鼓の音色と100人の息遣いがこだましている。スムーズな表情、ただこの太鼓の音がだんだんと地獄の音に変わってくる。それをこれから選手たちは実感することになります。最終組の100人はハイレベル、多くの選手が順調に回数をこなしていきます。まもなく100回を迎えようとしています。こちらのグループはなおも3人が腕立てを継続中。画面右16番は千葉県の本橋、その左黒いタンクトップは長崎から参加した高木、大きな声が出ています。さらにその左側、緑のシャツの選手は大阪から来た沼田拓也。今110回を超えていきました。3人とも美しいフォーム、高木は気合が入っている。この中から2人が勝ち残る。さあ本橋、手前の本橋が少し苦しいか、体が震え始めたぞ。歯を食いしばっている。体を反らしながら横を見て
頑張って食らいついていくが、ここで上がらない。元橋リタイア。高木と沼田が第2ステージ進出です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、嬉しいです。130! 132! こちらも125回を超えて、いまだ3人が競技を継続中。手前の22番高田昭雄は愛知からの参加、37歳。その後方、黒いシャツは三重県から参加、隅田拓也26歳。緑のシャツは広島からの参加、小糠直人29歳です。それぞれ遠方からの参加、はるばるここまでやってきました。サスケの出場権を手にせず帰るわけにはいかない。最年長の高田、ここで崩れ落ちました。いやー、すげー、しゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっております。お願いします。やっております。この順位の上、そして最後まで残ったこちらの組は、なんと135回の時点で4人が継続中。140回を迎えますが、まだ終わる気配がありません。手前に見えるのが三上正幸31歳、大の字になりながら腕立てを継続中。その奥、白いシャツの選手は広瀬圭介19歳、大阪から参加です。4番は岡山から来た定金。あっと、ここで崩れた。これで3人。そして6番大政幸喜も大阪からの参加です。まもなく150回になる。腕からはにじみ出る汗。日置さんはこの表情。すごい。常連日置も思わずすごいと漏らしたこの戦い、まさに終わりなき頂上決戦です。意地と意地とのぶつかり合い。すっと息を吐いて腕立てを継続していく。周りを見ながら己と戦っていく。大の字になって体を反らして頑張って筋肉を極限まで追い込んでいく。腕立ての猛者たちが熾烈な争いを続けています。綺麗な青空、日差しが照りつける中、この暑さで選手たちはものすごい数の回数をこなしている。周りが応援しています。会場が一つになって汗がどんどんにじみ出る。汗が噴き出してくる。もう力が入らない。力が入らないか。まだまだ筋力と気持ちの戦い、日置さんの太鼓は地獄の音色だ。体が支えられてるのがすごいぞこれ。やばやばいね、これやばいわ。サスケ常連組も驚きを隠しません。まもなく180回に到達。会場が一つになっています。鍛え抜いてきた者同士、どれだけの努力を重ねてきたか。ただこの3名のうち1人はサスケの出場権を獲得することができません。意地と意地とのぶつかり合い、驚きの190回。さあ大の字になって粘る粘る。どれだけ気持ちが強いのか、信じられないこの気持ちの強さ。サスケへの思いは並大抵のものではありません。この3人の熾烈な争い、周りの選手も応援を送る。さあ頑張ってあげる。汗が吹き出る。ただサスケへの思いも溢れ出ている。ここで潰れた。三上正幸200回で崩れました。勝ち残ったのは広瀬圭介と大政幸喜です。うわ、すごい、うわ、
やばい、まあ、すごい、いや、すっごい、うん、ちょっと鳥肌だった。いや、マジで、やばい。どうですか、ひろきさん。壊れちゃう怖い、気持ちがやばい。激闘の果てに第2ステージへ挑む最後の20人が決定。腕立てには自信があったんで、なんとか耐えれてよかったです。200体超えてましたよ。あ、そうなんですか。気づいなかったです。もう周り見ながらもやってました。まあもう絶対サスケ出たいって思いが、100回超えてからもう絶対出たいって思いがやっぱ強く感じてで、なんとか200回いけて、この調子で、2種目目、3種目目、4種目目、5種目目、全部突破して絶対サスケ出場したいと思います。頑張ります。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。